どうするのお前。何がいや、就職よ。ああ、普通に実家の武器屋継ぐと思う。ええな、お前は。いや、良くないわ。別にやりたくないし。いや、武器屋は将来安泰やろ。最近冒険者めっちゃ増えてきてるし、武器なんか全員買うし。そうかもしれんけど、単純におもろないわ。贅沢な悩みやな。お前は何するん俺は冒険者よ。そっか。お前、運動神経ええもんな。俺がでっかく稼ぐ方法はこれしかないからな。職業は調べたん調べた。なやった戦士。戦士 <選手 S 1> か。 どうなん当たりなんいや、わからん。でも、受付の人には、よかったですねーって言われた。じゃあ当たりか。どうなんやろな。あとずっと気になっててんけど、自分がどの職業になれるかって、あれどうやって調べてるんいや、普通に。鼻に綿棒入れてって感じやで。あ、そんな PCR 検査みたいな感じなんや。うん。そんでその日にわかる。そうなんや。でもまあ当たりみたいでよかったんや。勇者がよかったわ。それも贅沢な悩みやって。あ、そうや。お前今日夜空いてるなんでいや、こないだ出会った。